午後0時半ごろ、車がトラックにぶつかり横転したようだと警察に通報がありました。警察によりますと、千歳市中央付近の道東道の千歳東インターと江庭ジャンクションの間で、乗用車が前を走るトラックに追突し横転、乗用車は炎上しました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、乗用車を運転していた男性が心肺停止の状態で病院に運ばれ、死亡が確認されました。 この事故で道東道の上下線と道央道の下りが通行止めになっています。